ボーン・アルティメータムは2007年のアメリカ映画。記憶を失った暗殺者、ジェイソン・ボーンを主人公としたサスペンスアクション映画、ボーンシリーズの3作目である。原作はロバート・ラドラムの最後の暗殺者。なお、題名のアルティメータムとは最後通帳のこと。北、アメリカでは2007年7月25日にプレミア上映された後、 8月3日に3660巻で公開され、週末工業成績で初登場1位になった。日本では同年11月10日に日劇1ほかで公開された。第80回アカデミー賞では編集賞、録音賞、音響効果賞を受賞。アメリカ合衆国の秘密プロジェクトとして CIA が主催した人間兵器作成計画。 トレッドストーン作戦の第一号として酔え、送り出されたジェイソン・ボーンは、ある任務をきっかけに記憶を喪失してしまい、図らずも、所属元の CIA から追われる。ボーンは、記憶を取り戻す旅を続けながら、CIA と戦い、現場責任者であったコンクリンを追い詰めて同括して去る。しかし、総責任者のアボットは、コンクリンを暗殺、すべての責任を彼へ、ぶせ、トレッド。 ストーン作戦を中止した。そして新たなプランとして、ブラックブライアー作戦を開始する。しかし、イギリスの新聞記者サイモン・ロスが闇に葬られたはずの、ドレッド・ストーン作戦の存在を嗅ぎつけ内容を世間に暴露しようとする。ボーンは新聞記事を見て、ロスへ接触したが、ロスは CIA のスナイパーに射殺されてしまう。ボーンがロスの死の直前に聞いたのは、 トレッドストーン作戦の発展版、ブラック・ブライヤー作戦が進行中という情報だった。ロスへ接触したため、存在を CIA に察知されてしまったボーンは、またしても CIA に命を狙われながら、自分を追う者の,の正体と自分が誰であるかを探し求めて、再び動き始める。主演のマット・デーモンは、2007年に訪れたカンヌ国際映画祭にて、 ボーンシリーズは3作目でラストとコメントしていたが、その後、続編の制作が決定した。シリーズ4作目となる、ボーンレガシーでは、グリーングラス監督の交番に伴い主演のマット・デーモンも出演しないことが決まっている。この映画シリーズは、ロバート・ラ・ドラムによる、長編小説、暗殺者、殺戮のオデッセイ、最後の暗殺者のボーン3部作を原作としている。 なお、ロバートラドラムの死後、エリック・バン・ラスト・ベーダーによって、続編、ボーン・レガシー、ボーン・ビトレイヤル、ボーン・サンクションが書かれている。ありがとうございます。